小田急3万系電車は1996年から小田急電鉄が運用している特急用車両である。特急ロマンスカーに使用されていた3100系の置き換えを目的として登場した特急車両で特急ロマンスカーの利用実態の変化に対応し単位輸送力の増強を行った上で観光輸送だけではなくビジネス利用を強く意識した車両とした。また、 小田急の特急車両では初めて VVVF インバータ制御を採用した。エクセレントエクスプレスという愛称が設定され、1996年には当時の通商産業賞よりグッドデザイン商品に選定された。一方で、鉄道友の会にブルーリボン賞の制度が創設されて、以来、小田急の特急車両で唯一ブルーリボン賞を受賞していない車両でもある。 小田急では、編成表記の際には、新宿より先頭車両の車両番号量数という表記を使用しているため、本校もそれに習い、特定の編成を表記する際には、三万五十一四三万二百五十一六のように表記する。また、三千百型は、安世車、七千型は、LSE 車、一万型は、ヒス車、本形式三万型は、エグゼ車、 箱根登山鉄道箱根湯本駅へ乗り入れる特急列車については箱根特急と表記する。小田急の特急ロマンスカーはもともと箱根への観光客が対象であり、箱根特急の途中駅停車も元来は沿線在住の箱根観光客を対象としたものであった。しかし、時代の進展とともに利用実態は変化し、観光客以外の日常利用が増加していたほか、 1967年より、回送列車を客扱いすることから始まった、通勤用の特急列車の利用者数も増加しており、輸送力が不足していた。一方で、安瀬車は更新修繕などが行われてはいたものの、車令30年を超えており、大体の車両について検討が行われていた。このため、安瀬車を置き換えると同時に変化した。 利用実態に対応した車両を製作することになった。設計に際しては、小田急や車両メーカーの他に、小田急百貨店のインテリアデザイナーや、外部のグラフィックデザイナーも交えて検討が行われた。検討過程では、ボギー車の方が、定員像が可能であると判断され、連接構造は採用されなかった。また、分割、併合を行う際に通り抜け可能な貫通路を、 設けることとしたが、この構造では、全面展望席の設置は困難であることや、乗務員交代が短時間で可能なことを考慮し、全面展望席は採用されないことになった。こうして、それまでの特急ロマンスカーとは一線を画す特急車両として登場したのが、エグゼ車である。本節では、登場当時の使用を基本として、ゾ備途上での変更点を個別に記述する。 更新による変更については遠隔で口述する。エグゼ車は単位輸送力の増強とともに弾力的な運用を行うことを可能とするため、全長20メートルの車両による4両固定編成と6両固定編成が製造され、分割、併合に対応した重量編成とした。形式は、戦闘車が制御車の区波3万号10型で、中間車は 電動車のデハ3万型と付随車のサハ3万50系である。サハ3万50型は6両固定編成にのみ連結される。車両番号については、端末の編成表を参照のこと。戦闘車、中間車とも車体長 19500mm で、全長は、戦闘車が 19750mm、中間車が2万 mm で、 車体幅は 2900mm である。車体は屋根板や床板にステンレスコーを使用、それ以外の箇所は普通構成である。戦闘形状は2種類存在し、重量、編成蘇生時に両端となる1号車と10号車については正面に貫通扉のない非貫通型でやや傾斜した形状としている。これに対し、 重量編成蘇生時に中間に入る6号車と7号車については正面に貫通扉が設けられた貫通型で切り妻に近い程度の緩い傾斜が付けられている。6号車と7号車の正面貫通扉は両開き式プラグドアである。いずれの先頭車も運転室は通常の床高さに設置された。側面客用扉は各車両とも一箇所で、 片開き引き戸が採用され、扉幅は車椅子対応座席のある2号車、5号車、8号車は1000ミリメートル幅、それ以外の車両は800ミリメートル幅とした。客用扉はペーパーハニカム構造とし、指挟み防止や、車音効果、曇り止めなどの目的で、服装ガラスを採用した。1997年の造備車からは、車体外部扉はキツマイタに、 半自動扱いのドアスイッチを設置した。各扉上部には窓を設けた。側面の行き先表示器側面窓は熱線吸収率の高いガラスを使用した連続窓風の外観としたが外部のガラス面積を高さ1 2 5 0ト、mm、ルに拡大した。すべての客用扉脇の客室窓上部には列車名や行き先を表示する LED 式表示器が設置された。 車両間の貫通路は 750mm 幅で、6号車、7号車の全面貫通路は 550mm 幅である。各車両の連結面間には転落防止ホロを設置した。塗装デザインは全体をメタリック系のハーモニックパールブロンズとし、小田急ロマンスカーのシンボルカラーとしてアッパーレッドのワンポイントラインを入れた。正面のワンポイントラインにはエグゼと 文字が入るが、小田急ロマンスカーで、車両相性が、車体外部に表示されるのは初めてである。これは、10年経っても飽きの来ないデザインを意図した、ものであった。なお、この、デザインのため3000系以降のロマンスカー用の車両で、初めて側面に長く伸びる、赤系統の帯がない車両である。エグゼ社のロゴ。内装は、安らぎと落ち着きのある、 高級感の演出を図ったものとした。座席は回転式、リクライニングシートを採用、シートピッチ 1000mm で配置した。三次車以降のリクライニング角度は非常に浅く最大角度まで倒しても背もたれの厚みに満たない程度である。各座席の肘掛けには収納式テーブルを設置した。一斉回転機構は電動式が採用された。 座席表地は1号車から6号車までが緑系統、7号車から10号車までは青系統の色とすることで分割運用時における行き先別対応とした。1999年の造備車では全車両の座席の表地をグレーと茶色系のツートーンとした。客室の壁面はグレー系統でまとめ、出入台や売店部分は客室とは異なる青系統の配色とした。 客室内の照明は、電球色の蛍光灯を使用した、間接照明とし、蛍光灯のカバーに丸穴を開けることで、アクセントとした。また、荷物棚下には、蛍光灯の直接照明を設置、光の拡散を抑えるため、就行板を備えた。客室と出入台の間にある仕切り扉は、車椅子対応座席のある2号車、5号車、8号車は900ミリメートル幅。 それ以外の箇所は 700mm 幅とした。1999年の造備車からは、車内案内装置において、FM 文字多重装置、パパラビジョンを搭載した。3号車の新宿側車端部と9号車の小田原側車端部には、売店と清涼飲料水自動販売機を設置した。売店のカウンターと、 後日の化粧室には人工大理石を使用した。テレホンカード式公衆電話を3号車、4号車、9号車に設置したほか、6号車、7号車を除く各車両の出入台には分別回収が可能なゴミ箱を設置した。2号車の新宿側社端部と5号車、8号車の小田原側社端部には男女共用用式トイレ、男性雇用トイレ、 化粧室を配置した。このうち5号車の男女共用トイレについては車椅子対応となっており、扉を自動開閉式としたほかベビーベッドも設けた。汚物処理装置はそれまでの小田急の車両で使用されていた循環式から真空式に変更した。1997年の造備車からは男性雇用トイレの扉が開き度から降り度に変更された。 運転手が乗務する乗務員室は貫通型と非貫通型では構造が異なっている。共通事項として運転に必要な機器類は運転席周りに集約し主管制御機を右手操作のワンハンドル式としたほかカラー液晶も似た表示器を設けた。また乗務員が60秒間前明かり、警笛、主管制御機の操作を行わなかった場合に警報を発し。 それでも操作がなかった場合に非常精度を動作させる EB 装置を設置した。非貫通型の運転台は全面に大型ガラスを採用し、客室との仕切り窓も大型化することで、客室内からの展望を考慮した。貫通型の運転台では、後述する自動放浪装置の収納スペースの関係から2室に分割されている。エグゼ社では分割。 併合に対応する機器として自動ホロ装置を設置した。これは分割、併合の操作を貫通ホロの連結まで自動的に行うために開発、導入されたもので2分以内に連結作業が終わるようにした。曲線上でも自動連結を可能とするため変異自動調整装置が装備されている。手電動機については 出力 195kW のカゴ形参照、誘導電動機を採用し、各電動台車に2台ずつ増加した。東洋電気製造 TDK6335A 型と三菱電機メガバイト -5065A 型を併用している。制御装置は、主電動機を1個単位で制御する個別制御方式を採用したイベット素子を用いた VVVF インバータ制御である。 4両編成が1台の制御装置で6台の主、電動機を制御する方式の東芝 SV 界マイナス 024A 型を8号車に搭載し、6両編成では1台の制御装置で4台の主電動機を制御する方式の東芝 SV 界マイナス 024B 型を2号車と5号車に搭載した。SE 車から S 車までの特急車両に引き続き東芝製の採用である。 個別制御方式の採用により電動機1台をカットしても急勾配を走行できる性能を有した。このため、4両固定編成の電動車比率は 1.5M2.5T、6両固定編成の電動車比率は 2M4T とした。4両固定編成と6両固定編成での電動車比率を可能な限り揃えるため、 4両編成の9号車で、破3万1を 0.5M0.5T しようとし、新宿側の台車は、付随台車としている。制動装置は、電気指令式でンジ直通制動で、基礎制動装置は、シングル式である。電動台車台車は、電動台車が、住友金属工業製、SS146、付随台車が、住友金属工業製、SS046 を採用した。 いずれも2000型で採用されたモノリンク式、軸箱指示系、ボルスタレス台車を特急車両向けに改良したもので、溶断波を装備している。終電装置は、シングルアーム式の PT7100 型を採用、2号車、3号車、5号車、8号車、9号車に1台ずつ搭載した。冷房装置については、ヒーターを内蔵した集約分散式都市、 1 1 5 0 0カロリー a ー h の冷凍能力を有する三菱電気製 CU-195F 型を一両に3台搭載した。補助電源装置は、出力1 4 9くばのイベット、素子式静止系インバータを7号車と9号車に、出力200馬のイベット素子式静止系インバータを3号車と4号車に搭載した。電動空気圧縮機については交流スクロール式の RC1500 型を1号車、6号車、7号車、10号車に搭載した。SE 車から S 車までの特急車両で採用されていた電子警報器に変えて、軽的に電子笛が採用され、ヤワタ電気産業製の矢マイナス95037型が搭載された。1996年3月23日のダイヤ改正から運行を開始した。 当初は重量編成が2編成で、本形式の特徴を生かした箱根と江ノ島の分割、併合がある運用に投入された。また、検査時は、施車で代走する箱根特急、スーパーはコネにも運用され、運用初日は箱根湯本駅で到着式も行われた。また、平日の夕方に、新宿を発車する通勤向けの特急である足柄にも投入され、 LSE 車と比較して130人以上の定員増加となったエグゼ車は輸送力増強に貢献した。相模江ノ島平結列車に運用されるエグゼ車しかし運行開始直後から鉄道ファンからは外装デザインに対して否定的な意見が多かった。運行開始翌年となる1997年ブルーリボン賞については候補車両にされたもののこの年のブルーリボン賞は 該当者なしとされた。小田急電鉄 OB の産方生方義雄は、エグゼ社が1997年のブルーリボン賞を受賞できなかった大きな要因の一つが、その外装デザインによるとしている。また、運用上の問題として、途中駅利用に対応するための車両であるにも、かかわらず、新宿から小田原まで無停車のスーパーはコネに運用するなど、 製作趣旨の徹底が不十分であったともしている。九百九十九年までに四両固定編成、六両固定編成とも七編成が製造され、これによってアンセ社は夢七十に改装された車両を除いて淘汰された。九百九十九年に増備された編成では座席の表地が四両固定編成、六両固定編成とも同じものとなり、そのごの車両も 同一の表地に交換された。エグゼ社の投入と途中駅を重視した特急施策によって年間利用者数は1987年に1100万人だったものが2003年には1400万人に増加した。エグゼ社は登場直後から小田急の広告ポスターなどでイメージリーダーとして起用されていたが箱根特急の利用者数は1987年の550万人から 2003年には300万人程度に減少していた。箱根を訪れる観光客の減少も理由ではあったが、観光客全体の減少率が15%程度であるのに対し、箱根特急の利用者数は45%も減少していたのである。この要因を調べると、エグゼ社には小田急ロマンスカーのイメージとされた展望席が存在しなかったために、 他の交通手段に転移したと見られた。2002年からは、イメージリーダーとして起用される車両は、非接車に変更された。エグゼ社は登場以来、新宿駅へは、臨時列車や突発的な運用変更がない限り重量編成で、乗り入れていたが、2003年3月29日の、ダイヤ改正からは、平日の、箱根に往復が、全区間6両編成で運行されることになった。 6両編成で新宿駅に乗り入れる運用は初めてであったが、この運用は2004年12月11日のダイヤ改正で見られなくなった。その後の2009年3月14日のダイヤ改正で平日の箱根市往復が全区間6両編成で運行されることになったため、6両編成で新宿駅に乗り入れる運用が復活した。 2002年2月1日から3月31日まで各編成の1号車で IPv6 を用いた無線 LAN インターネット接続実験が行われ2012年からはバイマックスをバックボーンとする AUWi-Fi スポットと Y2300 を民鉄の有料特急としては初めて導入した登場してから10年余り経過した2007年には日本デザイン振興会より ロングライフデザイン賞を受賞した。エグゼ、アルファエグゼアルファの社内2017年より順次、外観、内装のリニューアルを開始し、リニューアルされた編成は、エグゼアルファに相性を変更。リニューアル第一編成は2017年3月1日の新宿16時30分発、箱根41号より、営業運転を開始した。デザイン設計は、 岡部則明アーキテクチャーネットワークが担当している。変更内容は以下の通りとなっている。リニューアルによりフルカラー LED に変更後。写真は江ノ島運用時。箱根、郷やホームウェイ運用時も同様の交互表示がされる。リニューアル後の車内案内表示機。フルカラー LED に変更された。写真は小田原到着時の表示。 エグゼアルファーの車内の編成表記。化粧板に直接印刷される形に変更された。エグゼアルファーの車外番号表記。こちらも金属製から変更されたこれらの変更により、座席数は6両固定編成で、計6席4両固定編成で計4席減少した。リニューアル第2編成以降は、電動車に滑走防止装置の設置と、全座席窓側に、 AC100V のコンセントが設置された。2020年4月1日時点で6両固定編成3本、4両固定編成3本がリニューアル済みである。ありがとうございます。